はい、皆さんこんばんは、レイです。ただいまの時刻はですね、4月6日金曜日の23時55分頃でございます。あと5分で今日4月6日が終わるんですけども、実はですね、今日はあの私の誕生日でございまして、いろんなところで皆さんあのお祝いのコメント本当にありがとうございます。本当に嬉しく思っております。ちょっと数が膨大すぎてですね、ちょっとあのお返事できるかどうかわからないんですけども、全部目を通して全部見ました。本当に嬉しく思います。なんかインスタグラム、ツイッター、フェイスブック、ブログ、いろんなところでいろんなことやってるんですけど、いろんなところでおめでとうって言ってもらえて本当に嬉しく思っております。で、今日はですね、超低空飛行な、動画なんですけどもですね、今僕はちょっと出張先にいて、ここはあの地方のとあるビジネスホテルに泊まってるんですけど、部屋はしっちゃかめっちゃかな感じで、さっき帰ってきてお風呂入ってさっぱりして、晩酌のコーラでもしようかなというところなんですけども、皆さんよかったらですね、コーラで乾杯などお付き合いいただけ幸いでございます。グラスの準備はよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。そちらのあなたも大丈夫ですか。よろしいですか。それでは、お誕生日のおめでとうのコメント本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。乾杯。ああうまい、すげえうまい。今年のですね、誕生日は何をしてたかと言いますとですね、朝一で、東京で仕事があって、で今ツインリンクモテギの方面にやってきてるんですね。今週末はあの全日本ロードレース選手権の開幕戦のモテギっていうところなんですけども、そこにですね、友達や先輩が出るので、その、見物をさせてもらい、勉強させてもらいにお手伝いに来てるというところなんですけども、例年誕生日何してるかなと思っても、昔々は仕事が全然なかった頃は、なんかモデルの駆け出しの頃とか、バイクの仕事始めたばっかりとか、全然仕事なくて、アルバイトの鬼だったんですけど、鬼すぎて倒れるっていうところまでアルバイトしてたんですけど、ここ数年はありがたいことに誕生日もお仕事で過ごすことができていて、全然家族と過ごすとか秋と過ごすってなかなかできてないんですけども、今日もありがたいことでですね、お仕事行ってきまして、で本当に嬉しいことに、とあるブランドのですね、オーディションに来まして、お仕事をいただきまして、ずっとこう20歳ぐらいの時かなから憧れ始めて、いつかはそれに触れたいと思っていたけども、半ばもう叶わなくてもいいやってぐらい、すごいこれ遠くの方には手伸ばしても全然近づかないぐらいの距離感になる、世界的ナンバーワンハイパースーパーブランドなんですけど、そこのお仕事が決まりまして、いつかそれをこのレイブログで皆さんにご報告してお届けできるコンテンツにできたらいいなと願っているんですけども、それはまた未来の話なので、これからの僕の頑張り次第なんですけども、今日そのオーディションに行って、今日そのもうすでに、合格とあのお仕事いただくことができて、僕個人としては過去最高に嬉しい誕生日なんじゃないかなというふうに感じている所存でございます。そんな具合にですね、誕生日としてはいい流れなんですけども、すげえ部屋がここね臭い。あのビジネスホテルあるあるだとは思うんですけども、エアコンも臭いし、タオルも臭いし、布団も臭いし、全てが臭いっていうですね、チャレンジングな状況に置かれているわけでございますが、明日からモテギサーキットの方に行ってですね、全日本選手権を生で近場で見れるというのも嬉しいところで、でこれからこの新しいお仕事がどういうふうに始まっていくのかというのもすごく楽しみにしているところでですね、1年のスタートって1月1日っていう捉え方と、4月1日からの新年度っていう節目もあったりすると思うんですけど、僕は例年その桜が咲いて桜が散り始める、この2大体年を1個取るっていうサイクルでいつも、生きてきてまして、誕生日って動かないからさ、っていうサイクルでやってきてるんですけど、今年のこっからの1年はどういう1年になるのかなっていうのは全然漠然と想像もつかない中でですね、例えば昨年末に作った自分の会社とか、今や子供がいて、奥さん子供が自分にいるんだよね。信じらんないよね。全然大人になってないのに奥さん子供がいるって不思議な状況なんですけど、きっと家帰るとですね、奥さんの子供もおめでとうってこうやってくれるんじゃないかなと思うので、早く帰って家族の顔が見たいところなんですけども、まずはですね、ちょっと新しい仕事の勉強もしなくちゃいけないし、日頃コスパと勉強していることも勉強したいし、だけど部屋がすげえ臭い上に Wi-Fi が
激おそっていう過酷な状況をですね、まあ、まずは楽しんで、やっていこうかなと思います。今日はこんな超低空飛行な動画でございましたが、さすがにですね、もうちょっと4月に入ると、まあ、モーターサイクルショーとかでオートバイ借りてくるのがちょっと難しかったんですけど、ずっと気になってたバイク、乗りたいバイクいっぱいあるので、一個一個丁寧にですねレビュー動画作っていきたいなと思ってますんで、皆さんのお時間をですね、かなりこう無駄遣いするようにいただいてしまっているわけなんですけども、ぜひこれからも、レイブログにぜひお付き合いください。これからも精進してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで以上レイがお送りしました。